切符を忘れた学生を通してあげる駅員さん。はい、どうされました。はい、あー、切符なくしちゃったんですが、だとですね、ここまでの分をもう一度買っていただく感じになっちゃうんですけど、まあ今日はもうこのまま取っちゃって大丈夫ですよ。はい、あ、でもあの、また係員が違った場合はちょっと通してくれない人とかもいるかもしれないんで、はい、次から気をつけてくださいね。はい、いってらっしゃいませ。学生に遅延証を渡す駅員さん。はい、どうされました。はい、あ、遅延証ですね、申し訳ございません、こちらでお願いいたします。まあ今日ぐらいは先生も許してくれると思うから、まあコンビニでジュースでも買って、はい、ゆっくりと行ってらっしゃいませ。お気をつけて。トイレに傘を忘れてしまった学生を一瞬だけ通してあげる駅員さん。はい、どうされました。はい、あー、トイレに傘を、そうですね、ですと本当は入場券かかっちゃうんですけど、まあいいよ、一緒に行っておいで、どうぞ。学生に遅延証をおまけしてあげる駅員さん。はい、どうされました。あ、遅延証ですね、申し訳ございません、何分ぐらい遅れていたとか分かりますか。10分ぐらい、かしこまりました。すいません、20分にしておきましたので、はい、まあ今日は大丈夫です、おまけなんで、はい、ごゆっくりと行ってらっしゃいませ。学生さんに忘れた受験票を届けるのとともに応援のメッセージを添える駅員さん。あ、お客様、こちら受験票ですよね。あ、よかったです、危なかったですね。お客様の最寄り駅とここまでの定期券が作れる日をお待ちしておりますね。はい、それでは頑張ってくださいね、いってらっしゃいませ。